はい、どうも皆さんこんにちは、ヨウです。こんにちは。ということで、私今、すっぴんなんですけど、今日はヨウの最新版冬メイクということでですね、本当に今お風呂上がりの状態で来たんですけど、今日はもう冬ということで夏とは違ったメイクをしていくんですけども、それを見ていただけたらなと思います。すっぴんなんですけど、すっぴんもう好きでいてください。私のすっぴんも好いてください。お願いします。今日早速やっていきたいと思います。なんか最近前の毎日メイクより多分変わったと思うので、そこを見ていただけたらなと思います。でね、最近やっぱ冬やから、いや、めっちゃ乾燥肌で、乾燥めっちゃしやすくて、とりあえず化粧水を塗ります。この化粧水とかは、まあ見せてっていう声をいただいたら、まあ、スキンケア紹介とかもまたいつかできたらなと思います。今日はメイクの紹介だけします。で、いや、化粧する前にあんま変わってるか分からんけど、ちょっとだけマッサージをしてからメイクをいつも始めます。よし。で、実は聞いてください。これが12月30なんですよ。で、今日が私今年最後のお仕事ということで、この後何本か TikTok を撮る、 TikTok じゃない、間違えた、 YouTube を撮るんですけど、このメイクが失敗したら、まあもう今日の撮影はなえるということで、これもまだ化粧水です。こうやって塗って、この鼻ら辺が乾燥するから、ここら辺も塗って、まあ、鼻がなんかでかいって感じするので、ちょっと鼻も高くして、よし。これは本当気持ちです、マッサージは。じゃあ早速本題の化粧に移っていきたいと思います。まずはじめに、じゃじゃん、これは変わらないかもです。ちょっと可愛くとかしちゃおう。うん、みんなここ歌詞動画作ってください、ぜひ。こっから変身していくからね。日焼け止めを塗る理由としては、本当にパパに似て肌が黒いんですよ。九州の地っていうのかな。なので本当に白くなりたいがために、夏も冬も焼けないように塗ってます。それだけ理由は。で、私今唇がカサカサなので、こちらの、これファンの子からいただいたやつを唇に塗っていきます。先に保湿します。で、ベタベタなので、この筆で。普段のメイクの時間はマジで20分ぐらい。でも、いや、いつも YouTube 見ながらメイクするからめっちゃ時間かかるけど、急いでやったらほんまに20分かかるかぐらい。そしたら次にファンデーションとかコンシーラーをしていきたいと思います。やば、不最悪、待って、嘘でしょ、マジ、マギですか。まあいいや、もうこんな汚い状態でちょっと紹介しよう。で、こちらディオールのコンシーラー、これもずっと使ってますけど、どこで漏れたいったい、汚っ。これを気になるところに塗っていきたいと思います。マジ最悪やん。で、いや、クマがすごいんで、クマを伸ばしていきたい、伸ばしていきたい、隠していきたいと思います。やばい、今日。で、スポンジで伸ばしていくんですけど、このままだったらスポンジに全部吸収しちゃうので、こういう、まあ、何でも濡れてる水とかでもいいんですけど、ここにちょっと濡らしてからポン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 。そしたら別にスポンジにね、全部吸収しないので、ちょっと濡らしてからやるのがおすすめです。あと、ここにニキビができたので、こういうのもちょっと隠していきたいと思います。はい、そしたらもうちょっとだけ気になる場所を、もっと細かくコンシーラー、こちらのコンシーラーを使ってやります。これは本当にはクマが気になるので、クマら辺のところにちょっと3色混ぜて、こういう風に塗っていきます。わかる？塗っていきます。あと、この袋じゃない、間違えた。こうやったらだんだん綺麗になってくる。かゆい、マジで。乾燥肌って本当にね、嫌だよね。手でやった方がいいわ。 OK。 そしたらファンデーションを、ちょっと待って、いたよいしょ。ファンデーションをやっていきたいと思います。これはもうね、ずっと紹介してます、ティルティルさんです。これもさっきと同じで、このまま全部やってこっちにやったらスポンジに吸収しちゃうので、こういうのでちょっと濡らしてからやるのがいいらしい。ポン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 。これはもうほんまに塗ってるか塗ってないかわからんぐらい薄く、ほら、こんぐらい、もう取ってるかわからんぐらい。
そしたら次にこちらもね、いつもと一緒です。あ、やっほー、岩だよん。キャンメイクのマシュマロフィニッシュパウダーを使っていきます。これ本当に名前のマシュマロっていう名前だけあって、本当にこれで変わるかも。このここだけちょっと腕で、はい、これもなんか薄くね、手に取ってこうやって乗せていきます。本当についてるかついてないかぐらいで大丈夫。そしたら念のためにもう一個パウダーをします。これはノーセバムミネラルパウダー。これは全体に塗るんじゃなくて、コンシーラーをした場所、こういうとことか、こういうとことか、コンシーラーの上にかぶせるって感じで OK です。はい、そしたら次にキャンメイクシェーディングパウダー01番を使ってシェーディングを先にします。ここからここね、ここから立てて、ちょっと濃いんだけど、これは後から伸ばすから大丈夫。顎、フェイスラインとこうやって、ね、顔がはっきりするので、反対もまず縦に線入れて、ちょっとくるくるしてこっちのフェイスラインを入れていきます。 OK、 くる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 、顎とね、 OK。 なんか最近 TikTok でメイク動画を撮るんですけど、めっちゃ好評いいんかわからない、まあアンチも来るけど好評良くて、だからちょっとね、ちゃんと YouTube で紹介しようと思って。はい、そしたら眉毛、私のむちゃむちゃ苦手な眉毛をやっていくんですけど、まず最初にペンを使います。こちらです、メイベリンのあれです。TikTok でも紹介してたやつなんですけど、これを使ってます。まずうまくできるか、なんかガチ真剣ちょっと喋れない、みんなごめん。はい、こんな感じでまず枠を取って、次にこちらのケイトのパウダーを使っていきます。濃いけど今から薄くなるから大丈夫。はい、今からやで、まだ今からやで、まだ先に。じゃあちょっとノーズシャドウをしていきたいと思います。さっきと同じケイトを使って、これちょっと濃く入れるんですよ、わざと。濃く入れて手でぼかしていきます。このままな、手でぼかさんかったら歌舞伎みたいになるから、こうやって伸ばしていきます。そしたらまあいい感じ。次にさっきのここをこれで塗ります。ちょっと一回ティッシュで拭き取って、じゃないとベタベタなるんで。はい、こんな感じです、眉毛完成。そしたらノーズシャドウのところにハイライトを入れていきたいと思います。最近使ってるハイライトがこちらです。ダイヤモンドライシリーズみたいなやつ。中がめっちゃ可愛くて、これがハイライトなんですけど、これの、まあ、どれかを使って、こことこの先系ハイライトをつけます。このハイライトラメが入っててね、めっちゃ可愛い。ちょっとここら辺にもハイライトを、なんかね、筆よりは手の方がねいい気がする。はい、こんな感じです、ハイライト。なんかあんま分からん、暗くて分からん、ほんまに。はい、そしたらじゃあ目に移っていきたいと思います。まずこちら、あ、待って、2個ある。この2つを使って涙袋を描いていきたいと思います。まずこっちから、よいしょ。はい、こんな感じで描いてから、もう一個こっちの涙袋を使って、ほら、すごくない？じゃん、これで涙袋をしてからアイシャドウに移っていきたいと思います。でアイシャドウの色も全然違うんですけど、まあ、最近冬ということで、じゃじゃん、こちら、あ、もう最初から持ってて、ずっと持っててんけど、このアイシャドウを使っていきたいと思います。イメージは、あ、まずこの白を塗っていきます。まずアイホール全体に、イメージはオレンジ、まあ、冬って感じのオレンジメイクになってくるんじゃないかなと思います。このオレンジを、ここのオレンジをね、混ぜてアイシャドウに塗っていきたいと思います。これわかる？みんな。
手と筆を使いながら、でここの句の場所もね、こうやった時にここまで、反対もやっていきます。こうやって句の場所もどう？これでアイシャドウは一応ほぼ完成。後からマスカラつけ足すぐらい。私もともと二重なんですけど、二重をもうちょっと主張させるためにちょっとだけマジ薄く、マジ薄く二重のところをなぞって動かして、マジ描いてるかわからないの、これこんな薄く、これマジ描いてるかわからん、ちょっとわかるぐらいと、ここを涙袋のをここをこれでやっていきます。こんな感じです。ここをねこうやって描くんです。本当にピクッてした時にこのできる線に描いていきます。そしたらこのねさっきの一番白いところを涙袋にちょっとパウダーみたいに塗っていきます。こうやって、これやばくない？やばくない？変わるって。そしたら次にこの一番濃い色を使って、ここからがポイントです。目を大きく見せるんですけど、ここね、わかる？みんなちょっとわかるかな。ここに濃い色をのせるんです。こうやってほら見て、こっちと違うのわかる？目尻のとこと、どう？みんな見てほら、すごくない？ほらでかさが違うよみんな。だからこういう本当に細い、わかる？筆細くない？こんな筆を使ってここら辺に、でここのポイントとしてはマジで目に入らないように気をつけてほしいだけ、マジでこれだけは気をつけてください。そしたら反対もやっていきます。ここにもまあちょっと付け加えるぐらいで色を統一させたら、ほらすごいよねみんな、化粧ってこれで目が大きくなるんですよ。そしたらアイラインに移っていきたいと思います。いつもと変わらないアイラインです。インテグレートのスーパーキープのアイラインを使います。本当にもう自分のこの目、ここの目に反る感じでアイラインを描いていきます。基本私ここの目尻だけで、ちょっと変じゃないように見て、白目ブサッ化粧してる時はもうブサとか関係ないから、がっつり白目でやってもらって、もこういう風にやってもらって、はい、こんな感じです。アイラインこんな感じです。そしたら次にまつげに移っていきたいと思います。ちょっと脇で温めないと、ホットビューラー的な。ん？ OK。 で使うやつを先に紹介します。まず最初にこちらです。まず1本目、そして次に使うのがこちらです。これ下地です。これは新登場じゃない、キスミーヒロインメイクカールキープマスカラベースを使ってからの、これは一緒やな、毎回一緒です。これはマジョリカのやつと、これはキスミーヒロインメイクのこれね、これねめっちゃいいんだよ。これ見てください、この細さがめっちゃいい。あと持ち運びにも細いからめっちゃいい。これめっちゃいい、本当にいい。これ下まつげとかに使います。はい、そしたらまずこの最初に言ったやつを、これはね、あのなんていうの、美容液みたいな感じ。それもここは適当でいい。 OK。 そしたらこの何ベースを塗っていきたいと思います。こんな感じ、これを塗っていきます。これ見て、横から見てめっちゃすごくない？これだけでもすごいの、見てください皆さん、横側から見える、まつげ。そしたら黒のね、いつものやつでガッツリ上げていきます。ポイントとしてはこうやって下を向きながら、え、上を向きながらこうやってやるのがいいと思う。でこれにね、あの繊維も入ってるから、あの長くしてくれるよね。ほらわかる？みんなこれでこの細いのを使って束をねこうやってグニグニってほぐすみたいな。ほらやばくない？これを下もしていきます。やけど一回上乾かします。ほらすごいよね。あ、なんかついてる。どっから来た君？一旦ほらこ
これね、すぐ目つぶっちゃうとね、あの上がね乾いてなかったらね下にくっついちゃうからね、気をつけてください。そしたらば下もしていきます。一回キープします。これで化粧キープ OK。 次下やるときは下向いてこうやって伸ばすね。これで細いから超やりやすいんだよ、ね、ほらわかる？あんま下まつげがないからあんまあれなんだけど、あ気持ち？いやあんま分からんね。ちょっとあるんよちゃんと。ほらまあいいや。こうやってって、まあ、ビューラーであげたい人はちょっとあげるといいけど。ほら勝負は上まつげ。よくない ？OK まつげ完成。そしたら。まあやっぱ冬やし、まあ、イルミネーションとかあるやん、エモいし、だから私もラメをつけていきたいと思います。ラメをで2個使う、なんかラメがいっぱいあってさ2個今日は使いたいと思います。クリオプロアイパレット13番とクリオプロアイパレット02番のラメを使って、まずこのねここの色を使って涙袋にラメを置いていきます。やっぱさラメって可愛いやん。いやラメ大好きだからさめっちゃつけたいんですよ。ほらちょっとぷっくりが増すっていう、こうね、ほらぷっくりが増す。しかもさキラキラって最高じゃない？上にはこちらのパレットを使っていきたいと思います。大粒が可愛いんですよ。上らへんにね、ポンポンポンって、ほら、ほら、これ外行ったらマジエモいから、いや可愛いよめっちゃ。見て、こうやって振り向くたびにピカピカからのやっぱ。男受けにもいいんじゃないかななんて思ってるんですけど、どう思います？そしたらチークをねしていくんですけど、ちょっと待ってどっちにしようかな。オレンジ系だからオレンジ系の方がいいか。そしたら私オレンジのねチークを買いたいと思ってたんですけど、買いに行く時間がなくて自分で作ります。オレンジまずこれさっき使ったスポンジをこっちで、また新しいスポンジなんですけど、これにさっきのこのパウダー、急にリカみたいになるけど、さっきのパウダーをこのスポンジにつけます。こうやってパウダーをつけてちょっとこうやって収めて、さっきのこのパレットのオレンジをポンポンポンって取って、こういう風にオレンジのアイシャドウでオレンジチークができちゃうっていう。でもこのパウダーをつけてからやらないとマジやばいことになっちゃう。一回やったらすごいことになっちゃう。こうやってほらオレンジになるの。これはここだけの秘密ですよ。ちょっとどう？これでまあとりあえず塗るやん。とりあえず塗ってこういうパウダーでこうやって丸く広げて、どう？離れたらいい感じじゃない？なんかちょっとやりすぎた？そしたらハイライトやっていきます。じゃんキャンメイクのハイライトを使って、この目の下にハイライトを、影になっちゃうからここら辺に入れて、顎とね、ちょっと気持ちいい。はい、これをちょっと3つま適当に混ぜて、ここら辺にハイライト手でやる。ほら光に当たればめっちゃいいね。ほら、この分かる？滑らか感。ほら、ここ分かる？ここ。ほら、これがいいよ。そしたら最後に涙袋にちょっと大きめのラメを入れます。黒目の下に入れるのがポイント。これです。はい、こちらを使って、あお、シピシピです。のやつを使ってここに入れました。そしたら、まあ、カラコンも入れるんですけど、まあ、リップを塗りたいと思います。最近買いましたこちらのリップなんですけど、アイムミミミ004番の色を使って、やっぱユーといえば赤リップだと思うんですけど、ちょっと大人っぽく見せるために一旦赤卒業、お姉さんみたいな色。どう？こんな感じ。ちょっとお振ります。で、はい、これティルティルの時に紹介したやつなんですけど、こちらのティルティルのグロスを使って最近流行りのぷく唇みたいなのをやっていきたいと思います。あお、どう？
っくり唇完成。はい、そしたら最後にカラコンをしていきたいと思います。あのカラコンは本当にいつもと変わらずこのカラコンを使ってます。カラーズです。毎回変わらずカラーズのナチュラルリングブラウンを使います。こんなカラコン入れるときはマジで手だけちゃんと拭き取ってからしないと目の中になんか入る。こんな感じです。ほら全然違う。みんなどっちが好きですか？裸眼かカラコン。やっぱカラコンだよね。そりゃそうだよね。じゃん、こんな感じですね。そしたら最後にじゃあ髪の毛やってきます。じゃあまた後で髪の毛終わってから。はい、ということでですね、完成しました。はい、ということでですね、最近の冬服メイクをやってみました。どうでしたでしょうか？ということでですね、今年の冬も楽しんでいきましょう。ということで、ちょっとチークもいい風じゃない？なんかちょっと待って、ね、ほらどう？いいじゃないですか。はい、この動画がいいなと思ったらチャンネル登録、高評価、コメントもお待ちしております。じゃあまた次の動画でお会いしましょう。せーの、バイバーイ。